ポピュラーエレクトロニクスはアメリカ合衆国で発刊されている電子工学を中心とした通属技術誌である。現在はジョン・オーガストメディア社から発行されている。1954年10月にジフ・デイビス社が電子工作のホビーストや実験家のために創刊した。すぐに世界で最も売れている電子工学雑誌となった。 1957年4月のジフ、デイビス社の報告によれば、平均発行部数は24万151部だった。ポピュラーエレクトロニクスは1982年10月まで発行され、1982年11月に後継誌のコンピューターエレクトロニクスが創刊された。コンピューターエレクトロニクス誌の最後の年の月、 平均発行部数は409,344部だった。ポピュラーエレクトロニクスというタイトルはガーンズバック出版社に売却され、同社のハンズオンエレクトロニクス氏が1989年2月にポピュラーエレクトロニクスに改名され、1999年12月まで発行された。ポピュラーエレクトロニクスの商標は、その後、 ジョン・オーガストメディア社によって取得され、同社はこの雑誌を復活させた。この雑誌のデジタル版は、姉妹誌である、メカニクス・イラストレーテッドや、ポピュラー・アストロノミーとともに、technicacuriosa.com で提供されている。ポピュラー・エレクトロニクス誌の表紙記事では、多くの新製品や新会社が紹介された。その中でも、 最も有名な1975年1月号では、アルタイル8800コンピュータが表紙を飾り、パーソナルコンピュータ革命の火付け役となった。ポール・アレンが、その号を、ビル・ゲイツに見せたことがきっかけで、彼らは、アルタイル用のベーシック・インタプリタを書き、マイクロソフトを立ち上げた。ラジオ &TV ニュース誌は、専門家向けの雑誌だったが、同志の編集者は、 ホビースト向けの雑誌を作りたいと考えていた。ジフ・デイビス社は1927年にポピュラー・アビエーション誌を、1934年にポピュラー・フォトグラフィー誌を創刊していたが、ポピュラー・エレクトロニクスという商標はガーンズバック出版社が持っていた。この商標は1943年から1948年までラジオイコール・クラフト誌で使用されていた。 ジフ・デイビス社はこの商標を購入し、1954年10月号からポピュラー・エレクトロニクス氏を創刊した。編集者や執筆者の多くはジフ・デイビス社の両子で働いていた。当初、オリバー・リードはラジオ &TV ニュースとポピュラー・エレクトロニクスの両方の編集者であった。リードは1956年6月に出版社に昇進した。 オリバー・ペリー・フェレルがポピュラー・エレクトロニクスの編集者に就任し、ウィリアム・エース・トックリンがラジオ t v ニュースの編集者になった。ラジオ t v ニュースでは、ジョン・ティー・フライが架空の修理屋で店主のマックが他の技術者や顧客と交流するというコラムを書いており、そこで読者はラジオやテレビの修理技術を学ぶことができた。ポピュラー・エレクトロニクス誌では、 フライは、カールとジェリーという二人の男子高校生が冒険をしながら電子工学について学ぶというコラムを執筆した。1954年までには、オーディオやラジオの電子工学キットを作る趣味が流行していた。ヒースキットをはじめとする多くのメーカーが、詳細な説明書付きのすべての部品が含まれたキットを提供していた。ポピュラーエレクトロニクスの表紙には、 ヒースキットの A-7B オーディオアンプを組み立てているホビーストの写真が使われていた。ポピュラーエレクトロニクス市では、個々のパーツを地元の電気店で購入したり、通信販売で購入したりして、ゼロから組み立てる電子工作プロジェクトが提供されていた。初期の電子工作プロジェクトのほとんどは、真空管を使用していた。まだトランジスタは高価で、一部のホビーストが、 ようやく入手できるようになったばかりだった。1954年12月号に掲載された、レーセオンの小信号トランジスタ CEK722 は3.5ドルもしたが、典型的な小信号真空管は0.61ドルだった。ルーガーナーは、相関号の特集記事で、自転車に乗せて使える電池式真空管ラジオについて執筆した。 彼は1956年6月号からトランジスタトピックスというコラムを担当することになった。トランジスタはすぐに1ドル以下で購入できるようになり、ポピュラーエレクトロニクスにトランジスタを使用したプロジェクトが毎号掲載されるようになった。このコラムは1965年にソリッドステートに解消され、1978年12月まで掲載された。 1962年7月号は112ページ。編集者はオリバー・ P ・フェレル。月間発行部数は40万部だった。この雑誌にはポップ・トロニクスニューススコープという名の電子機器のニュースが1ページにわたって掲載されていた。2000年1月には後継紙がポップトロニクスに改名された。1960年代には ホーセット出版社のエレクトロニクスイラストレーテッドという競合紙があった。表紙にはコナー社の15インチ白黒テレビキットが掲載されており価格は135ドルだった。特集記事は近所の放射線レベルを追跡するための放射線効果物モニターだった。他には水中温度を調べるフィッシュファインダー、エレキギター用のトランジステカトレモロ、 航空機の音を聞くための一貫式 VHF 受信機などの制作記事があった。市民バンドアマチュア無線 PCL の連載コラムもあった。毎月読者と保有する無線機器を紹介するコーナーもあった。ルーガードナーのトランジスタトピックスは新しいトランジスタ仕様の FM ステレオ受信機と読者から投稿された回路を紹介していた。ジョン・ティー・フライのコラムでは 架空のキャラクターのカールとジェリーが PH メーターを使って川の汚染の原因を突き止めていた。ポピュラーエレクトロニクス誌に掲載されたドンランカスターが設計し、ダニエル・メイヤーのサウスウエストテクニカルプロダクツ社が販売した周波数カウンターの機と編集者のオリビエ・フェレルは興味深い電子工作プロジェクトを寄稿してくれる執筆家たちを継続して開拓してきた。 これらのプロジェクトは、ポピュラーエレクトロニクスのスタイルを何年にもわたって、確立して行った。最も多作だったのは、ダニエル・メイヤーとドンラン・カスターの二人である。ダニエル・ダン・メイヤーは、サウスウエストテキサス州立大学を1957年に卒業し、テキサス州サンアントニオにある、サウスウエストリサーチインスティチュートの研究者となっていた。大学を卒業した頃から、彼は、 ホビースト向けの記事を書き始めた。初めての記事は、エレクトロニクスワールド1960年5月号に掲載され、その後、ラジオイコールエレクトロニクス誌では1962年10月と11月号の2号を続けて、表紙記事となった。ポピュラーエレクトロニクス1963年3月号では、彼が設計した超音波調子装置が表紙を飾った。 ドン・ランカスターは、ラファイエット大学とアリゾナ州立大学を卒業した。1960年代には、音楽に合わせて色のついた照明を点灯させることが流行していた。このサイケデリックな照明は、半導体制御整流器の開発によって実現したものである。ランカスターが最初に発表した記事は、エレクトロニクスワールド1963年4月号に掲載された。 ソリッドステート3、チャンネルカラーオルガンだった。彼はこの記事で150ドルの報酬を得た。ポピュラーエレクトロニクスに掲載される電子、工作プロジェクトは、1960年代初頭に、真空管からトランジスタなどのソリッドステートへと変化した。真空管回路は、ソケット付きの金属シャーシを使用し、トランジスタ回路は、プリント基板上で、動作させるのがベストだった。 これらの回路には地方の電子部品店では入手しづらい部品が含まれていることが多かった。メイヤーはポピュラーエレクトロニクス氏の読者向けの回路基盤や部品の販売にビジネスチャンスを見出した。1964年1月、彼はサウスウエストリサーチインスティチュートを退職し、電子工作キットの会社ダニエル・ E ・メイヤーカンパニーを設立した。彼はその後も 記事の執筆を続け、テキサス州サンアントニオの自宅のガレージで、キットの通信販売のビジネスを運営していた。1965年までには、彼は、ルーガーナーなどの他の執筆者が設計したキットも、取り扱うようになった。1967年には、ランカスターの IC-67 メタルロケータのキットを販売した。1967年初頭、 彼は会社を自宅からサンアントニオの約1万2二千平方メートルの敷地に建てた新しい建物に移転した。その年の秋に社名をデマコからサウスウェストテクニカルプロダクツコーポレーションに変更した。1967年のポピュラーエレクトロニクス誌にはダンベイヤーの記事が6本、ドンランカスターの記事が4本掲載されていた。その年の表紙記事のうちの夏は SWTPC 社が販売したキットが取り上げられていた。1966年から1971年の間に SWTPC 社の執筆者は64本の記事を書き、ポピュラーエレクトロニクス誌で25回表紙を飾った。サンアントニオエクスプレスニュース紙は1972年11月に SWTPC 社の特集記事を掲載した。それには、 メイヤーはゼロから通販ビジネスをはじめ、6年間で100万ドル以上の売り上げを記録するまでになったとある。同社はかつては1700平方メートルの建物から1日200個のキットを出荷していた。他の執筆者も SWTPC 社の成功に気づいていた。3つ社の共同創設者であるフォレスト・ミムズは、クリエイティブ・コンピューティング誌のインタビューで、 ポピュラーエレクトロニクス1970年11月号の表紙に掲載された自身の発光ダイオードについての記事について次のように語っている3月私はポピュラーエレクトロニクス氏に発光ダイオードに関する特集記事を初めて売り込みましたある日の真夜中のミーティングで私はサウスウエストテクニカルプロダクツを真似てポピュラーエレクトロニクス氏のために プロジェクトの記事を執筆してはどうかと提案しました。この記事はプロジェクトのキット版の広告を無料で提供してくれるだろうし、その雑誌はその記事を印刷するために私たちにお金を払ってくれるだろうと思ったのです。1970年11月号にはホレスト・ミムズとエド・ロバーツによるアッセンブルアン &LED コミュニケーターザ・アプテコンという記事が掲載されている。 部品のキットはニューメキシコ州アルバカーキの3つ社に注文することができた。ポピュラーエレクトロニクス氏はこの記事の原稿料として400ドルを支払った。ラジオテレビジョンニュース氏は1959年にエレクトロニクスワールドとなっていたが、1972年1月にポピュラーエレクトロニクス氏に統合された。このプロセスは1971年夏。 長年にわたり、編集者だったオリバー・ P ・フェレルに代わって、新しい編集者のミルトン・エース・スニッツァーが就任したことから始まった。スニッツァーは、CB ラジオやオーディオ機器など、広告の出向が盛んなトピックに焦点を当てることにした。電子工作プロジェクトはもはや特集記事ではなく、それらは新製品のレビューに置き換えられた。 編集の方向性の変化は多くの執筆者を動揺させた。ダンメイヤーは SWTPC 社のカタログに顧客に対して競合誌のラジオイコールエレクトロニクス誌への切り替えを流す文章を掲載した。ドン・ランカスター、ダンメイヤー、ホレスト・ミムズ、エド・ロバーツ、ジョン・サイモントンなどの執筆者がラジオイコールエレクトロニクス誌に移った。 ソリッドステートのコラムニストだったルーガードナーでさえ、1年間、ラジオイコールエレクトロニクス氏に移っていた。ポピュラーエレクトロニクスの技術編集者であった、レッソロモンも、BR ローゲンという偽名を使って、ラジオイコールエレクトロニクス氏に6本の記事を書いていた。1972年と1973年には、ポピュラーエレクトロニクスが合併を進めていく中で、 最高の電子工作プロジェクトがラジオイコールエレクトロニクス氏に登場した。この時代に生まれた次世代のパーソナルコンピュータはラジオイコールエレクトロニクスとポピュラーエレクトロニクスの間のこの競争の恩恵を受けていた。1975年1月に記事が掲載されたことが契機となり普及したアルタイル88001973年9月。 ラジオイコールエレクトロニクス氏でドンランカスターが設計した低価格の端末である t b タイプライターが発表された。1974年7月、ラジオイコールエレクトロニクス氏でインテル8008を使用したマイクロコンピュータマークマイナス -8 が発表された。ポピュラーエレクトロニクスの出版社はラジオイコールエレクトロニクス氏の成功に注目し、1974年には アーサー・ P ・サルスバーグが編集者に就任した。サルスバーグと技術編集者のレッソロモンは電子工作プロジェクトの特集記事を復活させた。ポピュラー・エレクトロニクス氏は雑誌で特集するコンピュータのプロジェクトを探し、インテル8080 80を使用したエドロバーツのアルタイル8800を取り上げることにした。ポピュラー・エレクトロニクス1975年1月号の表紙に アルタイルが掲載され、これがパーソナルコンピュータ革命の幕開けとなった。最初の20年間はダイジェストサイズだった。表紙のロゴは長方形のボックスに3セリフの書体だった。表紙には大きなイメージの特集記事が掲載されていたが、通常は電子工作の構築記事が中心だった。1970年9月、表紙のロゴは 河川付きのセリフ体に変更された。雑誌の内容、タイポグラフィ、レイアウトも更新された。1972年1月には、表紙のロゴにインクルーディングエレクトロニクスワールドという文言が加えられ、関数が1にリセットされた。2年後にインクルーディングエレクトロニクスワールドの文言はなくなった。特集企画の大きな写真はなくなり、記事のテキストリストに置き換えられた。 1974年8月、雑誌はより大きなレターサイズに変更された。これは、回路図などの図版を大きくしたり、印刷をオフセット印刷機に切り替えたりするほか、広告主からの広告ページを大きくしたいという要望に応えるためだった。長年目次に書かれていた、ワールズラージスト・セーリング・エレクトロニクス・マガジンというタグラインは表紙に移された。ロジャー・メレン。 リー・フェルゼンスタイン、ハリー・ガーランド。このの3人は、ポピュラーエレクトロニクス氏に、画期的なパーソナルコンピュータ製品を紹介した。メレント・ガーランドのサイクロプスとダズラー、フェルゼンスタインのペニーホイッスル・モデムと、ソルである。最初のパーソナルコンピュータは、どのマシンだったのか、アルタイル8800、マークマイナス8、ケンメイクマイナス1にまで遡る議論がある。 ポピュラーエレクトロニクス1975年1月号に掲載されたアルタイル8800は40万人ほどの読者の注目を集めた。それまでの家庭用コンピュータは100台売れればよい方だった。その中でアルタイルは初年に数千台を販売した。1975年末までにはアルタイルの回路バスを使用した。 コンピュータキットや周辺機器を製造する企業が10、数社にまでなっていた。1975年2月号では、スタンフォード大学の3人の学生、テリー・ウォーカー、ハリー・ガーランド、ロジャー・メレンによる、オール・ソリッド・ステート・ TV カメラが特集された。ここで紹介された、サイクロプスカメラは、画像表示にオシロスコープを使用するように設計されて、いたが、 記事ではアルタイルに接続することも可能であると言及している。すぐに彼らはアルタイを手に入れサイクロプス用のインターフェースを設計した。彼らはまたアルタイル用のフルカラービデオディスプレイザ TV ダズラーも設計し1976年2月号の表紙に掲載された。これがコンピュータメーカークロメンコの始まりであり1983年には 従業員数が500人を超えるまでに成長した。1975年にはインターネットは存在しなかったがタイムシェアリングコンピュータは存在した。端末とモデムがあればユーザーは大規模なマルチユーザーコンピュータにアクセスすることができた。D. フェルゼンスタインはモデムや端末の廉価版をホビーストが利用できるようにしたいと考えていた。 1976年3月号にはペニーホイッスするモデムが1976年7月号にはインテリジェント端末ソルが掲載された。プロセッサーテクノロジー社が制作したソルは単なる端末ではなく実際にはアルタイル互換のコンピュータであり当時最も成功したパーソナルコンピュータの一つとなった。ポピュラーエレクトロニクスにはアルタイル680 スプチラブ音声認識ボード、コスマックエルフなど、他にも多くのコンピュータの制作プロジェクトが掲載された。1975年9月には、コンピュータ専門誌、バイトが創刊され、その後もコンピュータ雑誌の創刊が続いた。1977年末までには、アップル2 TRS-80、TR PET2001 などの組み立て済みのコンピュータが、 市場に出回っていた。コンピュータキットの制作は、組み立て済みのボードを差し込むことにとって変わられた。ポピュラーエレクトロニクス氏は、マイクロプロセッサや、その他のプログラマブル、デバイスといった最新技術を使った制作記事が大半を占めるようになった。1982年11月、同氏は、コンピュータエレクトロニクスに解消した。機器のレビューが増え、 電子工作プロジェクトの記事は少なくなった。最後の主要プロジェクトの一つは、1983年7月と8月に発行された Apple 通用の双方向アナログデジタル変換機だった。1983年末にアートサルスバーグが退社し、セスアル・アルパートが編集長に就任した。アルパートは電子工作プロジェクトの記事の掲載を中止し、 ハードウェアとソフトウェアのレビューだけを掲載するようにした。1985年1月、ホレストミムズがアルタイル8800発売10周年、記念の記事を書いた時には発行部数は60万部近くに達していた。1984年10月、元編集長のアート・サルスバーグが競合し、モダンエレクトロニクスを創刊した。 編集者のアレクサンダー・ w ブラワと執筆者のホレストミムズ、レンフェルドマン、グレンハウザーは、モダン・エレクトロニクスに移った。サルスバーグは、この新しい雑誌について、次のように述べている。電子機器やコンピュータのハードウェアの最新動向を学ぶことを楽しみにしているあなたのような愛好家を対象に、モダン・エレクトロニクスは、電子機器やコンピュータの世界で何が新しいのか、 これらの機器がどのように機能しているのか、どのように使用するのか、そして便利な電子機器の構築計画をあなたに紹介します。ポピュラーエレクトロニクス氏を10年以上にわたって世話をしてきたことで、私のことを知っている人も多いでしょう。同氏は昨年電子工学やコンピュータ製品の分野を流動的に行き来するアクティブな電子、工学愛好家から距離を置くために、 その名前と編集理念を変更しました。モダンエレクトロニクスは、ある意味で、ポピュラーエレクトロニクスの当初のコンセプトを継承したものと言えるでしょう。コンピューターエレクトロニクス誌は1985年4月をもって廃刊となった。この雑誌にはまだ60万人の読者がいたが、他のコンピュータ雑誌との激しい競争の結果、広告収入が横ばいとなっていた。 1953年、ウィリアム・バーナード・ジュフ・ジュニアは、父親が心臓発作で亡くなったことをきっかけに、23歳で出版業界に身を投じた。1982年、彼は前立腺癌と診断されたため、14歳から20歳の3人の息子たちに出版社を経営したいかどうか尋ねたが、誰も経営したいとは答えなかった。彼は、 一部の雑誌を売却することで財産をシンプルにしたいと考えていた。1984年11月、CBS が消費者部門を3億6250万ドルで、ルパート・マードックがビジネス部門を3億5000万ドルで買収した。これにより、ジフ・デイビスにはコンピュータ部門とデータベースの出版社が残り、これらの部門だけでは利益を上げることができなかった。彼は、 闘病に専念するために一旦休職した。彼が復帰した時、彼はジフ・デイビスを再建するために PC マガジンやマクザーなどの雑誌に注力した。1994年、彼とその息子たちはジフ・デイビス社を14億ドルで売却した。ポピュラーエレクトロニクスというタイトルはガーンズバック出版社に売却され、1989年2月に 同社のハンズオンエレクトロニクス氏がポピュラーエレクトロニクスに改名された。この雑誌は2000年1月にエレクトロニクスナウシと合併してポピトロニクスとなった。2002年末にガーンズバック出版社は廃業し、ポピトロニクス氏は2003年1月号で廃刊となった。ありがとうございます。